っちでもいいけど楽しみ。だらしない、出しっぱなしの、これだ、脱ぎっぱなし、女としての自覚が足りません。分かってんの？外に出た時こそ本当の女を見られるのよ。はいはいはい、愛は一つ。はい、社長、絶対に恋した方がいいですよ。そうしたら私たちじゃなくて彼に目が行きますし。どういう意味？失礼いたします。はい、ようこそおいでくださいました。代表牧村亮吾、会社は桜田商事。何ですか桜田商事って。バカね、警察って書いたら遊べないじゃない。遊ぶ？国民の血税から給料をいただいてる公務員がガンガン酒飲んで騒いだら何言われるか分かんない時代なのよ。つまり桜田商事。いい、分かった。お酒ガンガン飲むつもりないですか？当たり前じゃない。温泉よ、旅行よ、もうパーッと行かなきゃ、パーッと。夕食は6時半、時間厳守、分かった。あ、課長がいなかったら最高の慰安旅行なんだけどな。でも社長もいいとこあるよね。あるある。先月の交通違反取締週間において我が国当初が東京都でナンバーワンの検挙率を上げました。よって日頃頑張っておられる府警の皆さんに温泉旅行をプレゼントしちゃいます。にぃ、いいなあこの部屋、楽しそうで。課長と一緒の部屋ってつまんない。もうお酒ガンガン飲むって気合入ってんだよ。もう管巻かれるの見え見えなんだもん。ねえ、もう一回くじ引きして部屋割り決めない？嫌です。あれ、もしかして明日って課長の命日だ。命日？課長の結婚記念日です。結婚？幻記念日です。幻？10年前の明日、職場恋愛していた人とゴールインするはずだったのに直前でドタキャンになっちゃったって聞いてます。マジ？だからお酒飲む気満々なんだ。あれすご主人様です。課長がね、人に歴史あり、課長につらい青春あり。今夜付き合って飲んであげようか。当たった、寝ちゃってたよ。あら、小早川さん、辻元さん、いたの？聞かれてたから、寝てたし大丈夫じゃない。あれ、あ、ちょっと、ね、やめてください。あんたたち意外におっぱいちっちゃいね。仕事もできない、スタイルも私より悪いんじゃ何のトレもないじゃない。キキ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 キってならないんですけど。勝負する？しましょう。あんた交代や。これからね、女3人のねおっぱい対決だ。ちょっと嘘がちょっと湯気が邪魔。もっとこっち来い。どうかしたんですか？誰かに覗かれてる気が。こんなんバレたら首やっちゅうね。なかなかも。捜査の部分が気になりまして。ドライヤーさん、ヤカさん現れました。いや、そうっすか。ほな僕らロビーの方で張ってますんで。ああ、そうそう。こら、あんたたち見たんでしょ、覗きしたんでしょ。覗き？涼子、平井さん、
覇王と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。つまんない。どうぞ。どうして私たちだけでつまんないんですかね。あれ、今日はずいぶん静かだな。みんな温泉なんです。温泉、温泉か。あ、それ辻元に渡しといてくれ。そうだ、今のうちにアタックしちゃおう。こんにちは、今日はお世話になります。何なんですか。え、警察密着24時聞いてませんか。ああ、ちょっと、もしもし。ああ、どうもご無沙汰しております。本日は何か。はいはい。お、実はただいまお見えになってますが、で、取材協力。いやいや、そんな大役をうちの署は。いやいや、とても、いやいや、社長さんなんだ。ああ、そうですか。あそこまでおっしゃるんでしたら、はいはい、了解をいたしました。失礼をいたします。協力いたしましょう。よかった。では、噂の府警さんを紹介してください。噂の、聞いてますよ。暴走する府警コンビ、この二人がいるいないでは検挙率が違うって。どこいるんですか。いや、実は彼女たちは。スタンバイして。所長さん忙しいんだから。はい、総合所長さんにカメラがポン。ここが極東署の所長室です。そしてこちらが斬新な所長さんです。猪瀬です。ふざけんなっつんだよ。スペーだけで温泉だ。俺がな、どれだけ現地で捕まえてどれだけ貢献したか上がってんのか。俺も温泉行きてえな。露天風呂だったら俺は覗くね。あ、湯煙の中のみゆきさん色っぺんだろうな。もこみち気になんだら関係ねえよ。タコ温泉か。今夜は乱れんな。乱れるね。それマジ。いい男がいれば。うん、覗かれたよ。何？要件ってそれだけ？あ、ごめん、今立て込んでるから。うん、じゃあね。どんな感じ？課長の顔、乙女になってる。驚いちゃった。こんなところで会うなんて。交通課の慰安旅行なの。そっちは？仕事？変わってないわね。バレバレなんだもん。うちの課長が見えます。実はあの二人、結婚が決まってた元恋人なんです。でもここで再会しちゃったんです。そんな課長に今宵何かが起こって。もうねー、小早川気持ち悪い。素敵な人と出会うぞ。どこにいんのかな、いい男。忘れてた、覗き事件。あれが刑事って日本潰れちゃう。詫びを入れさせに行くよ。ヤカさん、ほんまに来るんですかね。平さんが言うねんから間違いないやろ。しかしこの男、えらいことしましたね。殺される前にわしらに捕まった方が幸せやで。事件張り込み中。協力しましょう。で、山は殺し強化つたか。出れない、出れない。同じ警察なんだぞ。やかましい。黙れ黙れ。どうかお前ら、大きな声で警察言うな。わしらの存在がバレバレやないか。ボケ、府警さんは地味に違反切符でも切っとけ。何よその言い方。人の縄張りでグダグダ言うな。
警察には所轄っちゅうのがあるやろ。そんなの関係ないわよ。関係ない。追ってる容疑者が凶悪犯だったらここにいる人たち巻き込むかもしれないのよ。そうなったら遅いの。犯罪に所轄なんて関係ないわよ。関係あるやろ普通。あかん、こいつらのネジゆるゆるや。だって平和すぎてつまんないです。ぶっちゃけ平和すぎるったって事件ないんだもん。だもんって全く面白くないんですよ。噂の暴走府警もいないんです。あ、まあ、もう少しの様子見てみますけど、おお、そうかそうか、現場に到着したか。ご苦労ご苦労。なんすかここ。伊豆の先端っすよ。ちなみに俺今日休みなんすよ。いいか、そこの旅館に露天風呂があるだろ。そこを覗いてる奴がいたら片っ端からしょっぴけ。管轄？正義の味方に管轄なんて関係ねえんだ！事件だな。今の電話それ事件だな。え？いや、なんと言いましょうか、これは私にとっての重大事件なんですね。なんだ、プライベートか。ちょっといいですか、ちょっといいですか。白バイ隊の方がいました。こんな白バイさんにカメラと。長島です。よろしく。バカ、それってよその人だったろ。そんなところに首突っ込んだら問題されるんだぞ。名前は宗像健一郎。四課の連中の山だから暴力団関係を検索すれば出てくると思うの。今から送るよ。ヒットしたら連絡ちょうだいね。おい、ちょっと、もしもし。ふざけんなよ。こんなことマスコミしてたら格好の意識だろうが。おい、今のは事件だな。絶対事件だな。いえ、違います。え、あ、そう。どうしよう、これじゃテレビ局の人たちみんな帰っちゃうよ。帰っちゃうんですか。じゃあ私映らないんですか。嘘、お母さんに電話したのに。だって平和すぎて事件ないし、小早川も辻元もいないんだもん。だもんって。じゃあ作っちゃいましょうか。作る？だからみんなもお願いお願い。よっしゃ行こうぞ。ブリブリ。テレビか、これで俺もスターか。やめなよそんなこと。ああ、俺たちは没頭書公認の賊だぜ。バリバリ。もかめち、小宮山行くぞ。勝手にやれ、バーカ。あ、ちょっと何やってんの、やめて。お父さん、止めて。やめろ。お父さん。お得意様が困ってるんだ。みんなでいざ出陣だ。かっけえ。焼け酒かな。はい、お酒ですね。え、みゆきさんと夏美さんお風呂かな。ラッキー、これも。ちょっと、あんたたち何はしたないことしてんの。岡林、仕事が早いじゃん。宗像健一郎、暴力団北斗組構成員。2週間前に組事務所から大量の麻薬を盗み逃走中。売りさばいた形跡なし。なるほど、そういう事件か。でもさ、逃げてるのはわかるけど、どうしてこの旅館が張り込み場所になってるのかな。あ、続きが来てる。推測だが、逃走資金が底をついた容疑者の中には昔の恋人を頼りにするケースがある。宗像もそのパターンかもしれない。昔の恋人、中井さん。
三沢忍27歳この旅館で5年間仲居として勤務幸せな結婚を願った両親は宗形との交際を知り二人を別れさせる示談金を払ったという噂あり現在親の勧める男と婚約中辛いよねそれでもさ来るのかな昔の女のところに別れた女のとこに助けを求めに来た時点でその男最低でしょはいああいえなんか料理少なくないですかエビの尻尾しか入ってない大変申し訳ありませんただいまお持ちしますのでするな言うてはずやそんなことしてませんわらどんだけ調べとんねん容疑者がどこに潜んでりゃ分からへんのに余計な動きをすんなボケお前お前えこっちの方がうまいなそうですかうんシャキッとしてるよシャキッとせなあいつらマジムカつくえ噂の暴走府警ってはい実は私たちですね夏美うんねみゆきカメラさーんたびは人を大胆にさせるぜいるのかな何やってんだ あの自分これが任務です任務はい警官です先輩に言われて何と言いますか警官の貴様がどうして覗きをするんだはいすいませんどうしたんだよ高木は小早川か俺だ岡林だ面白い話を手に入れたぞあどうして岡林が小早川ってもんそうなんだよキッカー事件発生です暴走族のメンバーがやってきましたバーンえ、こっちだおお、テレビカメラやっぱ帰るわよ恥だおお誰だ俺の暴力が仕上がってるわバリバリおい誰だ出てこいこれちょっと待ちなずいぶん行き交ってんじゃないの私たちも一緒に遊ばせてよダメよあぼくさやったんだあいつらあれ岡林岡林どこ行った岡林結婚式うん今日本当は忍さんと宗形は結婚式を挙げる予定だったんだって岡林くんが言ってた去っていった忍さんを逆恨みして宗形がやってくる可能性があるってことうん岡林くんもそう言ってた注意しろってねえん岡林くん岡林くんってなんか慣れ慣れしくないなんであんたのとこに電話かかってくんのよあれ焼いてんの何言ってんのよねえ言えたよお客様こちらでおタバコはお腹だどこにいるなければなくていい俺と一緒に来いちょっと待ちなずいぶん意気がってんじゃないの私たちも一緒に遊ばせてよなんじゃお前らどうだお前らおい何それあんたたちお
こっちに偉そうなこと言ってる暇があるんだったらもうきっちり張り付いてなさいよ。あの誰なんですか、あなたたち。警察？はい。どうして警察がケンちゃんを探してるんですか。何があったんですか。ケンちゃん何をしたんですか。教えてください。教えてください。ケンちゃん何したんですか。お願いします。教えてください。運動やつがここに現れた。はい。極東署のアホらが乱闘騒ぎを起こしましてね。忍さんにも組の連中にもわしらの張り込みがバレました。あいつらです。あの不敬らのせいですわ。ほんまあいつら余計なことしやがって。出ましょう。うん。ところでこいつ何なんですか。うん。覗きをやってた悪いやつだ。そんなことしたか。あがやろ。すいません。罰として3時間の正座中だ。僕とその連中呼んできてくれ。どうしちゃったんだよ高木。小早川大丈夫かな。忍さんを救ってくれたことは感謝します。だがあんたたちの勝手な動きによって俺たちの張り込みが相手にバレたのも事実だ。何の話。分かんない。俺たちが追いかけてる山田。あのちょっといいですか。どうして高木くんがそこにいるの。そうだよ。何だよ。俺たちは3ヶ月の内定調査をして北斗組の資金源がシャブだと突き止めた。しかし踏み込んだ時にはシャブが消えていた。パクったのは宗像健一郎。何としても宗像の殻を押さえて北斗組を叩く。これが俺たちの仕事だ。こたつかせないでくれ。どうしてその男がこの旅館に来るって。宗像と旅館の仲居は今日結婚する予定だった。逃亡資金入れと思われている宗像の立ち寄る場所は昔の女しかいない。奴は確実に現れる。三沢忍は俺たちの餌だ。二度と近づくな。迷惑だ。この件に一切関わらないでくれ。餌って何ですか。別れちゃったけど忍さんまだ好きなんですよ。私に必死になって宗像のこと聞いてきた時そう思いました。会いたいって思ったんです。逃げてるって聞いてここに来るかもしれないって思って会いたいって。そういう人の気持ちを餌って。忍さん来てくれるの待ってるんです。そんなに好きなら自分から行けばいいじゃん。私もそう思うな。だって待ってるだけじゃ幸せつかめないし。ユーリ好きって気づいたんなら自分から行けばいい。うん、私なら絶対行く。あのね、今はあんたの話じゃなくて。行ったら現実見ちゃうんですよ。現実って1年前より貧相な顔だったらどう思います。あ、それは嫌。お腹ブヨブヨだったらどうする。いやだいやだ。女って過去を思うから悲劇のヒロインになれるんだし、私だったら絶対に会いに行かない。そっか、そっちの気持ちもわかるな。でも会いに行こうよ。会ってガーンって自分の気持ちぶつけに行こう。行けるわけないじゃない。待つに決まってるじゃない。みんなはここ一番は待つ。結婚の言葉も待つ。男が遠くに行ったって待つ。喧嘩して自分の方が悪いと思ったって男にごめんって謝ってほしいから待つ。それが女。これが日本の女の美学。どうしてこんなことがわかんないのよ。課長はまだ待ってるんですか。え、10年間この人待ってるんですか。10年間ってもしかしてこの人が課長の命日男を。ああ、そんな話なんてどうでもいい。私の話ってどうでもいいことなの。お連れしました。どうぞ。おい邪魔。どうでも邪魔や邪魔。どうぞ。本当なんですか、ケンちゃんのこと。我々に協力してください。
協力？宗像から連絡が入ったら教えてください。そんなひどいこと言わないでよ。うるせえ。思い出の日なんですよ。今日は結婚するはずだった日なんです。そんな日に昔の恋人売れみたいな、そんなひどいこと。連絡します。しのぶさん、だってあの人過去の人ですし、婚約者がいるんです。こんなこと知れたら破談になっちゃうもの。過去を断ち切りたいんです。そのために協力します。ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。おいおい、どこ行くね。勝手なことすんな。こんなむさ苦しい部屋より女同士の方がいいですから。言うとおい、無理してるんじゃないんですか。そんなことないですよ。でも好きだったんでしょ。はい、あの頃は。だったらそういうのってみんなあるじゃないですか。私は今を生きたいんです。過去じゃなくて未来に生きたいんです。そうかもね。羨ましいな、しのぶさんが。だって強いんだもん。私結婚まで考えた人との思い出を簡単に割り切れるもんじゃないと思ってた。だけどその結果がこれじゃない。ズルズルだもんね。あんたたちが笑わないで。バカなんだよね。けじめつけなきゃなんないのにずっと引きずってんだもん私。だけどここまで来るとよくわかんないのが本音。あの人のことが忘れられないのか、彼を好きだった時の自分を忘れたくないのか、どっちなんだろうね。課長、今夜は語りましょう、しのぶさんもね。3時間経ったんでそろそろ帰ってよろしいでしょうか。どういう連中やねあの二人は。木刀書でもかなり浮いてます。木刀書か。たくさん弱すぎだっつーの。帰ったらオイル交換だ。またか。ごめんね、ごめん、このお目合わせちゃんとするから。ほんとごめん。あれ暴走族と思う？いえ、あの二人噂の府警と思う？まさか。俺思うんだけどさ、あれってやらせかな。やらせだったらそれをスクープしちゃいましょうか。あ、それいいね。こういう話は所長室でするか。はい、もしもし、木刀署です。南伊豆署？何か麻薬事件？え、うちの府警が越権行為をしてる？スクープだ。いや、ちょっと、君たち、これ放送しちゃダメだからな。おい、いやいや、こっちの話です。おい、言うことを聞け。あ、いや、こっちの話。辻本大丈夫かな。お、あ、どうも。すいません。何ですか。お前さ、はい、小早川元気か。ええ。
男なんてみんな嘘つき、もう嘘つきだらけ。はい、嘘つきです。もう信用しませんよ。はい、信用しません。では幻の結婚記念日に出会った二人、乾杯。あ、全然笑えないんだけど。あ、ごめんなさい。はい。うん。うん。今、ちょっと忙しいから。はい。お友達です。まあ、飲んで飲んで。はい。じゃあ、もう恋はしないんですか？それが今してるのよ。え？岡林くんと。殺し屋？分かった。対馬、安西、聞こえるか？やばい情報が入った。組の連中が宗像を消すために殺し屋を送り込んできたって情報だ。逮捕される前に口封じか。奴ら破れかぶれってわけですか？この先何があるか分からんぞ。応援部隊が来るまで目を光らしてろ。了解。結局来なかったですね。あ、お手洗いです。だよね、そりゃ行くよね。行っといで。頑張っとれ。結局あんたたちと朝まで語り合っちゃったね。しのぶさん大丈夫ですよね？うん、大丈夫。話してみて。あの人は大丈夫。じゃああとは課長ですね。吹っ切りました？私は大丈夫。過去は過去。はい。平井さん。え？殺し屋が送り込まれた？忍さんは今、トイレ。くれないと思った。すげえかっこ悪いんだけど、なんつうか。これお金。しのぶ、これな。逃げて。警察の人が来てるの。みんなケンちゃんのこと捕まえようとしてるの。早く逃げて。逃げて。ブツはどこだ？兄貴、組員やめさせてくれよ。ブツはどこだ？やめさせてくれって何度も言っただろう。やめて、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 おい、やめろ。しょうがない、やれ。Thank you.
ここの温泉って肩の疲れにいいね。絶好調って感じだもんね。前川さん、藤本さん、これが噂のバイオリン設計の活躍です。木刀書関係これ捕まってもいいんだよ。昨日警察の前まで行ったんだ。でもその時忍に会いたいと思った。昨日本当は結婚式だったじゃん。忍に今までありがとうって言わなきゃって。こんなんだからさ、親御さん反対して当然だよ。だから組やめようと思ったんだ。抜けらんなくて、それで役盗んで、そうすれば破門されると思ったんだけど。かけられる前に、虫入る前にこれだけは言わなきゃって。忍と過ごした時間最高。出会いにこんにちはがあったなら、別れにさよならとかありがとうって必要だよね。女にけじめをつけさせてくれる言葉言える男だもん。それに比べてあんたはダメ。全然ダメ。小早川さん、辻本さん、連れてけ。待ってるから。私待ってるから。仕事に燃えたかった。それと俺、言い訳だな。そう、言い訳ね。ただ宝を失ったこと、ずっと
悔やんだる。ねえ聞いた？宝。私宝だって。いやーもう参るっつーの、もう照れるっつーの。語ろうか、ひらりとの恋愛。これすっごいよ、絶対に嫉妬するよ。出会いは10年と4ヶ月と8日前、場所は隅田川の花火大会、15万人の人出の中。小早川にかけようかな。いや、しつこいと思われるよな。松見ってつらいな。辻本、連絡ぐらいよこせよな。岡林さん、今日はもう上がりですよね。おう、もしよかったらモーニング一緒に出るの。おう、辻本。小早川、え、今から温泉に。ほい、今から行く。ねえ、誘ってるじゃん。今日は待ってるだけの気分じゃないんだよね。あいつ、なんでよ、ガーナ行くよ、朝よ、朝。お風呂行こう。行こっか。中島くんも来るしな。もう。お前には負けねえぞ。小早川、待ってるよ。尾崎。します。はい、立って立って。お願い。28キロオーバー。ああ、もうだから勘弁してくださいよ。同じ警官じゃ所轄なんて関係ないでしょ。所轄なんかさ。ダメ、所轄は所轄。お先に。ああ、岡林、岡林。余計なおせっかい、ありがとね。あんたたち、いい声しなさいよ。はいはい。はいは一つ。はい。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。